どうもおはようございます。娘も朝寝してて、ワンちゃんもですね、朝寝するんですよ。もう大体同じような時間に寝てくれるので、フリーの時間ができるので助かってます。今日はずっとやろう思っていた災害用品の準備をしたいと思います。私が住んでる九州はですね、災害といえば台風が多くて、今からの時期は結構台風がバンバン来ると。ワンちゃんがいると避難所には入れないので、台風の時はですね、この家で避難ができるというか、何日か過ごせるように備蓄をしてます。家を建てる時にもちろん雨戸も全部の窓につけてもらったので、何かが飛んできてガラスが割れるみたいなことはない作りになってます。なんか建築士の人がですね、まあ70代だったんですけど、100年持つ家っていうのをテーマにして作ったみたいで、知らないんですよこっちは。そのテーマを建てた後に聞きまして、100年も住まねえよと思ったんですけど、屋根だとかいうのも頑丈に作ってあると。台風に対する対策っていうのが今取ってるとは思うんですけど、私はすごくストックしがちなので、水だったり紙だったり、あと食料とかも普通に2週間分ぐらい備蓄してるような感じなんですよ。で、一番困るのは停電ですね。停電が一番困ります。オール電化なので、停電したら何も使えないっていう状況なので、そのためにガスコンロとか、ガスボンベとかも結構用意してます。夏場はもう暑くなっちゃうと、この子は暑さに弱い犬種なので、もう熱中症なんかなったら本当死んじゃうレベルなので、台風が来る時にはお風呂に水を溜めて、扇風機もですね、電池式、充電ができるタイプを高かったんですけど、出産祝いで、もらいました。親戚に何が欲しいって言われて、高いものでもいいから言ってみたいな感じだったんで、停電しても動く扇風機が欲しいって言って、こう落雷で停電することもあるじゃないですか。クーラーって停電したらそのまま止まっちゃうので、電池で動く扇風機っていうのがあったら、まあ体を水で濡らして扇風機を当てれば大丈夫なのでっていう感じですね。あとはハザードマップは家を建てる時にいろいろ見たんですけど、台風とはいえ水害が起こるような地域ではないんですよ。近くに川海がない高台なので、台風対策はずっとしてきたっていうことで、今回はですね、地震対策です。もう本当日本中どこで地震が起きるかわからないので、九州って地震あんまないんですけど、私自身も本当2回ぐらいしかなくて、震度3ぐらいでもめちゃめちゃ怖かった記憶があるんですよね。あとアラームが鳴るじゃないですか、緊急地震速報。私携帯ショップに勤めてた時、店中の鳴るんですよ。もう恐ろしいんですよ。何十台ものスマホがですね、トラウマレベルで怖いです。で、地震の対策っていうのはやっぱしてないなと思って、地震がやっぱ少ない地域なので、家具も特に固定してやるわけじゃないし、だからちょっとその辺もね、やらないといけないなと思っています。で、今回はこの防災リュックを着たクレジットカードのポイントが貯まって、ポイントで何買おうかなって思うんですけど、いつも米だったりとか買うんですけど、今回はさすがにこれぐらいは買っとこうっていうので2つですね、基本の30点セットが入ってるのを2つ買いました。こういうのってすごい値段が高いのもいっぱいあるじゃないですか。とりあえずこの基本のを買って、ここにいろいろ足していこうかな。台風って来るの分かってるから事前にできるんですよね、いろいろ。でも地震は分かんないじゃないですか、いつ来るかな。とりあえずパッで、何持って出ようって思った時にこれだけ持って出れる、避難できるっていうのを揃えておけば、少しはね、気持ち的に安心できるんじゃないかなと思って、準備しようって思ってても、なかなか準備するところまで来なかったのが現状なんですよね。何から準備していいか分かんないし、何が必要かも分かんないし、いろいろ調べる時間もなかったりとか、だからどんどん優先順位が低くなってきて、結局何にも揃えてないっていうのが、こういう基本のがあれば、食べ物とかは入ってないので、ワンちゃんのフードだったりとか、おむつだったりとか、そういうのをプラスで入れていければなと思います。100均
近に結構いろいろ何でもあるじゃないですか。こう日々生活しててもワンちゃんと娘にご飯をあげた後が一番やっぱほってするんですよね。やっぱり食べ物は入れとかないといけないし、持ち歩かないといけないなって最近思います。とりあえず車用と家用、出先で被災した時とか車に1個あったら便利なのかなって思ったり、でも車の中に食べ物入れるってなったらこの暑い時期どうなのかなとか、いろいろ考え始めたらキリがないですけど、本当にね、起きた時にやっとけばよかったって絶対に思うので、とりあえず100均で揃いそうなものは、それおむつとかはもうねすぐ入れれるので、ドラッグストアに缶のミルクとかちょっと買いに行こうかな。ちょうどこれがあのメモ紙になっていいかもしれないです。私荷物が少ないんですよね、もう普段から。でマザーズバッグっていうのを持ったことがなくて、もうほんとこのぐらいの小さな無印のバッグみたいなのにおむつとお尻拭きと着替えしか持ち歩いてないんですよ。でなんかそれもどうかなと思い始めて、欲しいものがあるので自分の誕生日に買いたいと思います。その中に缶のミルク入れといたりだとか、食べ物入れといたりだとか、飲み物を毎日持ち歩くように。あれすいませんね、あれどこ行け、あら水飲んでます。それすごいでしょ、お座り。自由なんですよ、もうとにかく自由です。リュックなんか買うのもう久しぶりですね、両手が開く方がね。ということでマザーズバッグも注文してるので、届いたら動画撮りたいと思います。今日はとりあえずこんな感じでいろいろ買い物していこうかなと思います。はい、すいません、アフレコで失礼します。あの買い物をですね行こうと思った矢先にあの地震が起きまして、もうびっくりするタイミングだったので、あの動画を上げた時ですねびっくりしました。いつもだったらですね昼間がすごく暑いので夕方に買い物に行こうっていうことで準備をしてたんですけど、ワンちゃんがいつも一緒に行きたい行きたいみたいな感じで玄関までついてくるんですよ。でこの日も同じように玄関についてきたんですけど、なんか玄関で盛大には吐きまして、ワンちゃんが全然具合悪そうではなかったので珍しいなと思ったんですけど、まあ掃除して出ようかって思ってて、そしたら今度クッションの上にわざわざ吐きまして、クッションはもう拭くんじゃなくて洗わないといけないので、今日はもう行くのやめようかなと思った矢先に携帯からアラームが鳴りまして、地震が起きたっていうのが、今考えたらですねワンちゃんがもしかしたら何かを察知して家から外に出るのを止めてくれたんじゃないのかなっていう風に思ってます。あのまま買い物に出ていたら運転中にアラームが鳴って、もしかしたらめちゃめちゃパニックになってたかもしれないし、危ないですよね。後ろにね娘を乗せたままやっぱり運転中にアラームが鳴ってしまうと、今となってはもしかしたら動物っていろいろわかるのかななんて思ってます。この映像はもう後日の映像になるんです。でもあのアラーム音がですねやっぱりどうしてもあの音がいつ鳴るのかいつ鳴るのかっていうのを考え始めると、ちょっと夜もね眠れない、日が何日か続きましたし、どっか買い物に行くにしてもし今地震が起きたらっていうのを考えると、ワンちゃんが家に一人だなとかそういうのを考えるようになりましたね。本当あの災害リュックだけで何もかも解決するわけではないんですけど、このタイミングで買っといてよかったなっていうふうにはちょっと思います。なかなかもう今どこも売り切れてたりするみたいなので、
から中身をどんどんこう充実させながら食べ物だったり飲み物だったりとかも用意していこうかなっていう風に思っている感じでございます。もしコメントの方でこういうのがいいよみたいなのがあれば教えていただければ、他の方も見られると思うので、ちょっとでも私の動画を見た方が役に立ったりだとか、できればもう私も動画作っててよかったなっていうふうには思いますので、よろしくお願いします。あと私が九州っていうことで引き続きですね、日常を送りながらにはなりますけど、どこかには必ず危機意識を持ちながら生活していこうと思っております。